立体パズル。 かなり昔のことなんですけど、私は関西の田舎町に住んでいて、その時は高校生でした。何にもない普通の田舎町でしたが、町の中央には川が流れていて、その隔たりでできた両地区の温度差というか不自然さを少し感じた時がありました。私の家は大層古く蔵があり、家を 改築するとき、その蔵を壊すことが決まって、中のものを確認しました。いろいろと古めかしいものがありましたが、なぜか紫の巾着袋に目が行きました。横で作業している両親を尻目に、ひっそりと持ち出したんです。すぐに分けずに、友達のうちでいいネタになるかなと。 後日友達を呼んで開封しました。彼らを A と B と C としておきます。彼らとは小学生からのつながりでとても仲が良かったんです。袋の中からはゲームのテトリスのブロックといえばわかりやすいでしょうか。それを実体化した板状の様々な形のものが出てきました。 この字だったり、一の字だったり、また薄茶色であり、各面には唐草模様が浮き彫りしていて、肌触りも良かったです。私たちのテンションは上がって、何のために作られたのか、どう使うのか、材質は何なのか、ということが、私たちの脳内を駆け巡りました。 1> 小一時間ほど、それらをいじくっていると、映画、これもしかしたら、パズルなんじゃないか、と言いました。なるほど、パーツには、凹凸みたいな固定できる部分があり、立体パズルなのかなと感じました。代わる代わるなげていくと、三面に囲まれた角ができ、直感的に、 立方体が完成体だと確信しました。しかし、そこからが難しくて進みません。他のみんなは飽きてしまい、時間も時間なので帰路につきました。友達が帰った後も、私はめげず、そのパズルと格闘していました。数日後、学校であのパズルの話をしようとしたら、 B が嫌がる素振りを見せたんです。そういえば心なしか最近元気がないように見える。詳しく聞くと、あれから変な女の人が自分の周囲をうろつくようになったというのです。その人は焦げ茶色の和服を着て黒髪を後ろで束ねているんですけど、全体的に乱れている感じがしたそうです。 最初に遭遇したときは、後ろ向きに座っていて、グミのように、ありえない腰の曲がり方をして、こちらを見て笑ったそうです。そして日に日に、距離が近づいてくるらしいです。私は彼が怖がらせようと、冗談で言っているんだと思いましたが、そうは思えない感じでした。しかし、 私のパズルにはまっていたんで、途中でやめるわけにはいきませんでした。B は、あのパズルは何かある。お祓いをしに行こうとか言いましたけど、私を含めた三人は笑ってごまかしました。その数日後、突然 B が学校に来なくなってしまいました。 何度も彼の自宅に足を運びましたが、会おうとはしてくれません。私はパズルが三分の二くらいはできていたんですけど、なんだか気持ちが悪くなり放置しました。そして B が投稿拒否になって五日過ぎた時、最悪の出来事が起きてしまったんです。C が交通事故にあって、 病院に緊急入院したと、担任の口から言い渡されました。私と A はショックを隠しきれなく、見舞いに行こうとしたんですけど、なぜか C のお母さんにやんわりと拒否されてしまいました。私と A の心中は乱れに乱れ、立て続けに仲間に起こった出来事に、 今度は自分に災いが降りかかってくるのかと恐怖していました。そして私たちは親に内緒でパズルを持って近くの神社に行く決意をしました。私たちは神社に足を踏み入れて神主さんと対面しました。神主さんにパズルが入った金着袋を見せると としししたた顔をてて凍りついていました私たちはこれまでの経緯を説明し、あとはカンヌイさんから聞いた話。まず巾着袋に入っていたのは、パズルや玩具の類ではなく、以前あった土着の宗教の儀式の用具であること。大昔では、この辺りでは、 独自な宗教を信じていて、国の権力下に入った時、多くの人々が徐々に仏教に改心したり、土着の敷たりや風習などを廃しましたが、一部の人は固くなナに土着の宗教を辛抱した。時が経ち、周りの人は気味悪がり、弾圧しようとしたが、家畜処理やゴミなどの、 汚れ仕事を容認することにより、その存在を許した。そして川の向こうに、彼らを住まわせた。そしていつの間にか、激しい対立が、双方の間にできてしまった。それは、時代ごとに増していったという。そして彼らの地区では、現世の貧しさ苦しさから、 あの世にある楽園に目を向けるようになった。自分たちは選ばれた先民であり楽園に行けるが、他の者は区会に行くという思想は以前からあったのだが、それがだんだん強くなっていった。そしてその産物がこのパズル状のもので、最終的には立方体にやはりなるそうで、箱と呼ばれていた。 かいつまんで言うと、この箱は、楽園に行くための切符みたいなものだそうだ。常日頃、楽園を夢見て、身の毛もよだつ儀式をし、魂を高めながら、少しずつパーツを組んで、箱を構築していく。そして死の間際、箱を完成し、安心して死んでいく。 そして箱をばらし、同じことを繰り返していく。私と A は、放心状態だった。この箱には、人間の、痛み、苦しみ、悲しみ、怒りが凝結して、凝り固まってしまっている。まさに、負の根源。だから災いが起きたのだと、か主は言いました。 何台も前のカ主から他の箱を回収してきて、すべて回収し終えたと思っていたらしいのです。私たちは箱をカ主に渡し、お払いを受けました。最後に箱は何の素材でできているかをカ主に聞いたところ、それは聞かない方がいいと口を濁しました。 そして数年後、B は精神を病んでしまい、専門の病院に。C は、植物状態になっていたらしくそのまま。A は、原因不明の病で、右目の視力を失い、左目の失明を恐れている日々なんだそうです。 旅館の謎私は年末になると、高校時代の同級生3人で旅行に出かけることにしています。もう全員が結婚していますから、年に1回だけ旅行に行くんです。楽しく騒げる一日のはずだったんですけど、2年前の年末は身の毛もよだつ体験をしました。 温泉が好きな私がいつも宿を予約しているんですけど、その年は時間がなくて他の友人に予約を任せることにしました。すると年末であるのに朝晩2食付き、1万円ほどで泊まれる宿があるというのです。ホームページで確認をしてみると、そこは昔小学校だったところを改築して旅館にしたものでした。 建物が古いので格安なんだなと思って納得した私たちはその宿に決めました。宿泊当日になって宿に到着すると、おかみさんは後ろが頭の70歳くらいのおばあさんで気さくな方でした。部屋に案内されている途中、館内を見渡すと内装はよくリフォームされてはいるものの、 ところどころ昔学校であったのだとわかる場所があります。部屋にはそれぞれ名前がついていたのですが、途中一つだけ何も名前のない部屋があって、私は立ち止まりました。するとおかみさんが私の腕をものすごい力で掴んで、ダメですと叫んだので、驚いて戸惑いましたが、おばあさんは 失礼しました、と、すぐ大和な表情に戻りました。何か、言いようのない不気味さを覚え、部屋に案内された私たちは、荷物もそのままに話し合います。絶対、あの部屋は何かがあるな。三人ともそう言って、疑いませんでした。 夕食は海の幸をふんだんに取り入れた豪華なもので、談笑しながら我々はとてもいい気持ちになりました。ですが、頭の片隅にはどうしてもあの怪しい部屋がちらつきます。私たちは他のお客さんやおかみさん、従業員に見つからないよう、夜の十二時過ぎに謎の部屋に向かいました。 廊下の明かりは薄暗くて、窓の外から差し込む月明かりが頼りだったことを覚えています。そして、部屋に到着した時、ある異変に気がつきました。部屋の扉のドアノブがないのです。他の部屋はすべてドアノブがついているのに、なぜかここだけはありません。 どうやって開けるのか、三人で小声で話していると、声が聞こえてきて、私たちは共同トイレに隠れました。あいつら、気がついたかもしれん。女将さんの声でした。あいつらというのは、私たちのことを言っているのだと思いました。必死で息を潜めます。 開けたら、その時は、刺して。今度は男の声が聞こえます。刺してという言葉からは、刺すという漢字を思い浮かべました。やはりあの部屋には何かがある。私たちはそう確信しました。旅館の二人がいなくなるのを見計らって、 私たちは一度自分たちの部屋に戻りました。友人二人は、絶対やばいって。何かわからないけど、あの部屋はやばすぎるから、もうやめよう。そう言い出します。正直私もそう思ったんですけど、でもどうしても気になります。せめて扉を開けるだけでも、 そう思いました。友人が必死に止めるのも聞かず、私一人だけでその部屋に向かいました。扉の前に到着した私は、ドアノブがあったと思われる場所を押してみました。すると扉が開いたので覗き込むと、中は真っ暗です。 そのまま部屋に踏み込むと、右手に窓が見えます。そこからの月明かりに照らされて、何やら大きな影のようなものがあります。じっと目を凝らしてみると、真っ黒い粘土の塊のような物体が動いていたのです。これ以上はまずい。瞬間的に判断して、扉から出ようとしたとき、 私は後ろから部屋の中に突き飛ばされました。扉も閉まって、鍵でもかかっているのか、どうやっても開きません。後ろからは何かが音を立て近づいてきます。助けてくれ。俺が悪かった。頼む。助けてくれ。 ドアを思いっきり叩いて叫ぶも反応はありません。すると腕にドロリとした感触があって何かが私に触れたのがわかりました。それは表現しがたい悪臭を放っていて嘔吐しそうになり恐怖から大声で叫んだ私はそのまま意識を失いました。 目を覚ますと、私は友人たちと車の中にいました。もう帰り道の高速道路に乗っていて、私はとっさに尋ねました。何があったんだあの部屋には化け物がいたんだ。私がいくらそう言っても、友人たちは、夢でも、 見たんだろうとしか言いません。あの旅館はどうした女将さんは続けて尋ねると、友人二人は真顔になって答えます。もう、その話はやめよう。それからほどなくして、その旅館を調べてみると閉館していました。 友人もこの件に関して何一つ答えません。一体あの部屋には何がいたのか、そして旅館とどういう関係だったのか、すべてが未だに謎のままなんです。午後からのあなたの運勢を占う。 午後からじゃんけんタイム。それでは、皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうかじゃーん、けーん、ポン私はチョキを出しました。ですのでグーを出したあなた。午後からラッキータイムでございます。午後からじゃないね。もう午後だよ。明日も、明日のお昼の階段までラッキータイムでございます。すいませんね。あの、 結局昨日夜病院行ってきたんですけど、また、あの咳の原因は結局わからない。わからないというか、あの、肺の CT とレントゲンを取ったら前回も取ったはずなんですけど、なんかあの、大きな影が3つあるって言われて、肺炎かな大変だと思うけど、まぁ、あ、癌ではないと思うけどって言われて今、肺炎だとしたらね、その咳は出ると思うんですけど、血液の 状態どっかがね、発血球の数とか、まあかなり炎症状態で、それが熱を出さしてる。まあまあ当然あのコロナとインフルではなかったんでないんですけど、前も、前からも分かってて。でで、まあ結局菌を殺す薬とをもらってきて、昨日も4時間くらい、3時間半くらいかな、ずっと点滴してて、それでもやっぱりね、あの、咳は止まらないんですよ、やっぱりね。これは。現状としては。 熱も下がってないんで、あのー、朝方はね、朝方、午前中が意識が朦朧としてる状態になっちゃってるんで,で、夜もね、とにかくもう寝たいっていう状態になっちゃってて、昨日も。お昼の階段できなくてね、すいません。ほんとごめんなさいね。なんかね、ほんと健康が欲しい。ね、多分同年代の人の平均よりもね、 やっぱりかなり体悪いので、健康が欲しい <laughs>。皆さんも健康気をつけてね。ということでね。ま、ここ最近世間から外れてるので、世間で何が起きてるかは全然知りません。あの、スマホでニュース見ることもね、偉いんですよ。偉いというか、ついんですよ。偉いってあの、こっちの言葉で、偉いってあの、疲れるって意味だ,だ。るいとか疲れるって意味なんですけど、それを見るのもね、ちょっと疲れちゃって、あんまり見てないんで、 ねえ。なんかありました、皆さん。私は何もないです。<laughs> 食欲を全くありません、ねえ。ということでね、皆さん。何も、皆さんと話せる内容があんまりなくてね、申し訳ありません。まあ、東京の都知事選がもうカオスですね。ええ。あの、全土のポスター貼ったり、掲示板ジャックしたり、 なんか、この国ってこんなに悪くなったんだっていう気がね、します。あの、もちろんあの、そういう愚か者はたくさんいたじゃないですか、昔から。いたんだけど、そういう愚か者って、目立て、結局目立てないから、相手にされないから、静かなところで愚か者やってるじゃないですか。<laughs> 言葉割ごめんね。静かなところでね、愚か者やってるじゃないですか。最近はその、SNS とかそういうものを持っちゃったから、 愚か者が前に出てくるようになったんですよね。明らかな愚か者が。ね、そのヘズマンにしてもさ、もうなんか、いや、もうで、これがね、あのガーシーみたいに下手すりゃ、ね、下手すりゃ当選しちゃう可能性もあるんだもんね。さすがに都知事はないだろうけどさ、ちょっと世も末ですなということで皆さんありがとうございました。 おはなれこんでした。またね。